Good morning, everyone. 英語がわかると医療がわかるの74回目、リタということで、まあ、リタというのは、まあ、ちょっと専門的な専門的な言葉になってきますけれども、まあ、なかなかですね、これは循環器に関わっていないと、まあ、あまり聞くことはないかもしれません。どういうものかというと、レフトインターナルソラシックアータリーというふうに書いてあります。まあ、レフトは左ですよね。インターナルというのは、まあ、内側ということですよね。まあ、ソラシックは、まあ、胸郭という意味です。そしてアータリーは、一番最初の頃にお話をしましたが、動脈という意味ですよね。ですから左の内胸動脈ということになります。昨日お話をしました CABG の場合には、詰まっているところを先に血液を流すということが目的になってくるわけなんですが、その場合にこのリタっていうのは、内胸動脈なんですけども、右の内胸動脈と左の内胸動脈と両方あるんですが、まあ、左の内胸動脈はですね、前下腰のところが近いので、まあ、使いやすいかもしれません。で、内胸の、まあ、肋骨の内側のところにへばりついている血管、まあ、それ内胸動脈というものがあるんですが、それをですね、下をこう切ってペリペリとこう剥がしてくる。で、そうするとですね、心臓から出ていった血管が内胸動脈を通って、本来は肋骨の内側をこう栄養していたものを、それを剥がしてですね、心臓の方にこう植え替えると。でこれを有形グラフトっていうふうに言うんですね。有形グラフトの場合には、心臓から出ていった血管がまた心臓に戻ってくるという感じです。で一方で次に書いてあるですね、この RA というのはですね、これはラディアルアーティリーということで、頭骨動脈ですよね。で頭骨動脈の場合には、この頭骨動脈をチョキンチョキンと切って、で一本の血管を心臓に持ってきて、大動脈から、目的とするところまでこうつなぎ替えると。ですからこれはですね、2箇所吻合しなければいけない。ですので吻合するところが多いと、狭窄する可能性も上がってきますよね。ですので内胸動脈が使えるのであれば、内胸動脈をまず使うということが、優先順位としては上がってくると思います。いろいろ理由があって使えないことももちろんありますので、そういう場合には内胸動脈を、使うことが、一番最初は、ね、優先順位高いんですが、使いにくい場合にはラディアルアーテリーを使ったり、あるいは SVG って書いてありますね、そういう血管を使うということです。というわけで例を見ていきます。ちょっと長いんですが、リタは有形の動脈でしょ、ラディアルアーテリーは動脈移植でしょ、静脈移植の場合には SVG を使うね。以前は心臓の手術だと全身転もしていたけど、今は技術が進歩して予定外の血管を使うことはほとんどないねということで、僕がですね、新人の頃には CABG の手術をする患者さんはですね、全身転もしていました。でなんでそんなことするのというと、どこの血管が使えなかった場合には、他の血管から例えば大腿の血管を持ってくるということは当然ですね、下腿の血管を持ってくるということもあって、取れる血管をとにかく取ってきて、心臓が優先ですから心臓の血管に、血液を流すということをするわけです。でも現在はやはり手術の技術が非常に進歩しまして、予定の血管以外を取ってくるということは、あまりないと思うんですね。でそもそも堤防はですね、メリットがあまりないということは分かっていますので、現在はね、堤防も、しませんし、予定外の血管も使うことはないということですね。というわけでちょっと長くなりましたが、以上で終わりにしたいと思います。Have a good day!